こんにちは、アミです。今日は、グレールでお買い物したのでその購入品紹介をしていきます。で、4点買ったんやけど全部で5400円やった。安いね。じゃあ早速紹介していきます。まず1着目はこれです。このここがめっちゃ短くて袖がこんな感じで長くなってる、ね、可愛くない？これ後ろもこんな感じで可愛い。これね、着るだけで本当におしゃれに見える。タートルネッククロップド丈ニットトップスって言って、お値段が税込みで1499円です。で、カラーがブラック、ベージュ、オフホワイトと3色展開だったんやけど、私は白シャツと合わせたいなって思ってオフホワイトにしました。で、生地は結構薄めやから中に着とるやつがこんな感じで透けます。ボトムスと合わせたらこんな感じ、可愛い。後ろから見てもこんな感じです。今はパンツと合わせとるんやけど、ワンピースの上からとかでもめっちゃ可愛いと思う。で、インナーは今はシャツと合わせてこうやってインしとるんやけど、全然 T シャツの上からとかでもめっちゃ可愛かった。可愛い、秋大活躍しそうなアイテム。横から見てもこの丈感可愛いね。次、こんな感じのカーディガンなんやけど、後ろがねこんな感じになっとって結構デザイン性があるカーディガンです。前後ツーウェイボタンデザインリブニットカーディガンって言って、お値段が税込みで1299円です。で、カラーがブルー、ベージュ、オフホワイトの3色展開です。で、さっきね、後ろがデザイン性あって可愛いとか言ったんやけど、ツーウェイやからどっちを前にしても着れる。で、素材はねこんな感じでめっちゃ透ける。で、ここが結構こんな感じで広くて腕がキュッてなっとるタイプのカーディガンです。で、前と後ろ逆にしたらこんな感じ。こっち後ろにしても可愛いかも。寒い時に羽織としても使えるから、1枚も取ったら結構使えるんじゃないかなって思います。で、最近のハマりはこうやってトップスが白やったらインナーも白に合わせたりすること。全身はこんな感じです。やっぱ後ろから見たら可愛い。次はこのボトムスです。この丈感とかいい感じ。後ろはこんな感じけど、結構ね生地が薄くてこのポケットあるんやけど、このポケットの線とか結構気になるかも。で、これはねセンターピンタックスリットフレアパンツって言って、お値段が税込みで1299円です。で、カラーが結構たくさんあって、ブラック、ブルー、ピンク、アイボリー、ラベンダー、オリーブの6色もある。で、私は S サイズを選びました。このアイボリーは裏地ついとるらしいんやけど、つけるから上はこうやってダボっとした感じでお尻とかを隠さんとダメやなって思った。このセンタータックもついてるから足が綺麗に見える。で、ウエストはねこうやって後ろだけゴムになってます。ちなみにこのポケットはフェイクポケットです。なんかね、上ダボっとした白のニットとかと合わせたら絶対可愛いよね。最後はこんな感じのブラウスです。この袖がねめっちゃ可愛い。こんな感じで自分で調節できるんやけど、こうやってポワンってなっとる。で、これね、ブラック、ブルー、ネイビー、ベージュ、オフホワイト、オフベージュの6色展開で、私は M サイズにしました。ちょっとねダボっと着たかったから M サイズにした。で、お値段が税込みで1399円です。で、これね4つ着方があるんやけど、今こっちを前にしとるんやけど、このボタンはある方を前にしても着れるし、で、この中にボタンが3つついてるんやけど、そのボタンを外したらこうやって長袖になる。こっちの方が可愛いね、やっぱり。で、素材はねこんな感じで結構しっかりしとって、透け感とかは全くないです。で、待って、これ汚れじゃなくてなんかこんな感じの縫い目になっとる。ボタンがある方を前にしたらこんな感じなんやけど、なんかさっきの着方の方が大人っぽいかも。今日の動画ね多分めっちゃ短いということで終わります。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。